厳粛な同盟と契約のタイトルページ厳粛な同盟と契約は、新京都革命期の1643年9月25日に、イングランド長期議会とスコットランド国民盟約が結んだ同盟である。内戦に勝利するため軍事援助を必要とした議会派が盟約派と手を組んだが、後に、両者は宗教問題や戦後対応をめぐり対立していった。 1642年から始まった第一次、イングランド内戦は、王党派の有利に進み、劣勢の議会派、とりわけ実力者のジョン・ピムは、スコットランドとの提携で戦況を変えることを望んでいた。中立だったスコットランドには、王党派、議会派双方から働きかけがあったが、チャールズ一世がカトリックのアイルランドと手を組み、スコットランドへ侵入させる陰謀が発覚すると、 カトリックへの恐怖から名役派は7月末にロンドンウェストミンスターの議会へ使者を派遣、同盟の提案を議会派へ持ちかけた。スコットランドの同盟推進役はアーガイル公爵、アーチボルド・キャンベルで先立つ5月の会合でハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンが多くの貴族の支持を得て同盟に反対したが否決され、都市代表と教会から支持されたアーガイル公は イングランドのピムと接触、王子タピムは、ヘンリー・ベインを長とする代表団をスコットランドへ送った。8月にエディンバラに到着した代表団は、名約派と協議に入り、軍事同盟を求めるイングランド側と宗教的契約を要求したスコットランドとの間に、隔たりがあったが、ベインの起点で条文に、神の言葉に従ってという一文を入れる修正が追加された。 これで宗教に関する条文で双方に都合の良い解釈ができる余地が生まれたが問題先送りに過ぎないため後に衝突を招くもとにもなった。ともあれ、なんとかまとまった条文はイングランド代表団が持ち帰り開催中だった宗教会議と議会で検討され、9月25日に議会両院が批准、10月13日にスコットランドも批准したことで同盟が発行した。 単なる条約とは異なり、両国民の神に対する制約という形をとり、一般男性は署名し女性は口頭で制約した。スコットランドでほとんどが署名に応じ、ハミルトン港を含む応答派は孤立した場を失った。推進者ピムは12月に死亡したが、後継者となったベインは、オリバー・シンジョンと共にスコットランドとの友好維持に取り組み、 1644年2月に、両国から選出された代表からなる、両国委員会を設立、自分とシンジョーン、それに、オリバー・クロムウェルもハイリー戦争を遂行した。そして1月に、スコットランドからリーベン博、アレクサンダー・レズリーと老いのデイビッド・レズリーが率いる、援軍が派遣、7月のマーストン・ムーアの戦いで、勝利に貢献し内戦は、転換運転を迎えた。条約内容は、 全文と六条、結語からなる。うち、第一条がイングランド側で修正された。共通の敵に対して、スコットランド教会が、教義、礼拝、教会訓練、教会統治において、改革宗教であることを保つこと。神の言葉と最もよく改革された諸教会のレートに従って、教義、礼拝、教会訓練、教会統治において、 イングランドとアイルランドの王国の宗教が改革されること。ローマカトリック教、主教制、迷信、異端、冒徳の廃絶。諸議会の特権を保持、宗教と王国の保全において、国王の人心と権威を保持、契約違反者に正義が下されるように努める。1641年のロンドン条約の遵守。契約の署名者は相互に援助し、 いかなる困難が起こっても生涯を尽くして契約を遵守する。また、軍事面ではイングランドが毎月3万ポンド支払い、引き換えにスコットランドは兵員2万千人を議会に提供することが約束された。同盟でイングランドと共同で内戦に当たったスコットランドだが、締結してから逆境にさらされるようになった。締結当初から条文の修正が問題になり、 長老派が嫌う独立派が排除されないことに、スコットランドは警戒心を抱き始めた。ウェストミンスターへ派遣されたスコットランド代表も、独立派の活動に不安と恐れを感じ、内戦が独立派の勝利に終わることを危惧するようになった。スコットランド本土でも足元がぐらつき、ハミルトン公は、弟のラナーク伯爵、ウィリアム・ハミルトンと共に、 チャールズ一世の下へ走ったが、内輪はもめで、失脚。代わって、チャールズ一世の側近になったモントローズ公爵、ジェームズ・グラハムが1644年8月に、スコットランドで、王答派結集を図り強兵。本土の名役派は、モントローズ公に手も足も出ずスコットランド代表の、権威は失追。マーストン・ムーアの戦いで勝利し、独立派のクロムウェルが台頭する皮肉な展開にも、 脅かされ、スコットランドは内外ともに不安な状況に置かれていった。1645年、敵対を中核とした独立派主体のニューモデル軍がネーズビーの戦いで、王答派に勝利、長老派協会の統一がなくなったため、内戦終結後スコットランドとイングランドは、同盟から対立に変わり、巻き返しを狙った、ハミルトン校は、迷惑派の不満分子や貴族を取り込み、 ワイト島へ逃亡したチャールズ一世と1647年12月に和解契約を結び第二次イングランド内戦を勃発させた。だがイングランドへ侵入したハミルトン公が翌1648年8月のプレストンの戦いで大敗、処刑されるとアーガイル公が再起してハミルトン派を追放、クロムウェルとは牧し不安定ながらも両国の提携を復活させた。 なお、ハミルトン公を率いるスコットランド軍が侵入したため、同年1月にイングランドは両王国委員会を廃止、厳粛な同盟と契約から生じる責務も破棄された。1649年に独立派がチャールズ1世を処刑して、イングランド共和国を樹立するとスコットランドは再度、イングランドと対立、アーガイルコーラ名役派も王党派に味方し、チャールズ2世を擁立し、 第三次イングランド内戦が発生した。ここで厳粛な同盟と契約が持ち出され、スコットランドは厳粛な同盟と契約と、国民名約の遵守をチャールズ2世に約束させ長老派協会確立を、目論んだが、クログウェル率いるニューモデル軍に敗れ、チャールズ2世が亡命しスコットランドも独立を失い、不可能になった。そして、スコットランドはイングランドに統合された。 ABCDE 松村 P699 浜林 P137P138 今井 P203 田村 P202 ウェッジウッド P239P240 浜林 P138P140 田村 P202P203 ウェッジウッド P240P241P249P250 P256P257 浜林 P140P141 今井 P203P204 田村 P204P207 ウェッジウッド P258P276P282P288P291P298P300 田村 P204P205 田村 P206P208 ウェッジウッド P284P285P288P302P303P373P379 浜林 P181P183 田村 P208P212 浜林 P201P204 田村 P212P214 ありがとうございます。